マウリシオこと、マウリシオ・ジョゼダ・シウベイラ・ジュニオールは、ブラジルのサッカー選手。ギリシャのパナシナイコス所属。ポジションは MF。SC コリンチャンス・パウリスタの下部組織から、フルミネンセーフ C に移って、選手デビューした。2010年2月2日にロシアプレミアリーグの FC、テレク・グロズヌイに移籍。2016年。 FC ゼニトサンクトペテルブルク時代2016年1月17日に FC ゼニトサンクトペテルブルクに延長オプション付きの6ヶ月の契約で移籍。5月19日にオプションを行使し2018から19シーズン終了まで契約を延長した。しかし2017年7月24日に双方合意の上で契約を解除した。 2017年8月31日にポック、テッサロニキが3年契約、年俸150万ユーロで彼の加入を発表。違約金は1000万ユーロに設定された。この時、彼に興味を抱いていたのは、ポックだけでなく、バレンシア CF、RSC、アンデルレヒト、TSG1899 ホフェンハイム等の名前が挙がっていた。10月30日に遺跡後初得点。 2018年10月7日の試合での得点は、彼の同シーズン初得点となり、彼はこの試合での最優秀選手を獲得した。2019年1月13日にも、ディエゴ・ビセスワールのアシストで得点。2月3日には、エクアテネから得点を奪い、無敗記録を伸ばした。しかし3月10日の試合で、全十字人体を負傷、半年の離脱となり彼のシーズンは終了した。 U-17 代表として 2005FIFAU-17 世界選手権に出場した。ロシア在籍時代にはロシア代表から招集があればこれを受けたいと述べていた。ありがとうございます。